皆さんどうも T 島です。では今回もノベラジやっていきたいと思います。ということで、今回はそうですね、今日2018年、3月9日自分がちょうど、YouTube 始めて今日で3年になります。でまた今日から今度は4年目に、今日からというか、明日からになるのかな、4年目に、なるっていうことですね。結構そうですね、始めた時は2015年の3月9日なんで、もう本当にもうちょうどぴったり3年ですね、今日で。なんか短いようで、長いようで、早かった3年ではあるなっていうふうには思うんですよね。で、なんていうんですかね、毎年、一応、動画の、本数とかですかね、目標を、立てさせてもらって、1年ですかね、動画投稿してるんですけど、今年が、そうですね、2018年は800本ですかね、トータルでっていう風な目標を立てて、やらせていただいてたんですけど、今の時点でそうですね、今約740本ぐらいですかね。今年に入ってて結構ずっと、ほぼ毎日から2本ぐらいずっと毎日動画を、上げさせていただいてるので、それだけ結構数がね、気づいたら目標まであともう60本ぐらいになってたんですよね。3ヶ月ですかね、今年始まってまだ3ヶ月ちょいぐらいですが、結構早いペースで進んでるなっていうふうに思ったんですよね。もちろんね、行けるところまでですかね、今年、もしかしたら1000本ですかね、行くかもしれませんし、とりあえず今の目標は800本ということで、目指してやっていこうかなとは思ってるんですけどね。それとあとですね、今まだそうですね、チャンネル登録者数はまだまだ全然少ないですけど、もう一つそうですね、自分の中で気になってたのが、視聴回数っていうんですかね、再生回数トータルですかね、それが3月に入ってぐらいでちょうど10万再生ですかねを超えました。本当にもうありがたいことです。本当にもういつも見ていただいている方に本当もうありがとうございますと本当に言いたいですね。自分の中ではなんて言うんですかね、2017年の、12月31日の時点で、再生回数がちょうど7万ぐらいだったかなぐらいに行ったんですよね。で、あと1年か1年半ぐらいで10万再生いくかなっていうふうに思ってたんですけど、結構今年に入ってから一気に何て言うんですかね、毎月1万再生回数ぐらいですかねぐらい伸びてて、で今年ですかね、2018年3月入って10万再生ですかねを超えることができました。他やっぱりはね、何十万人とかね、チャンネル登録者数持ってる方からしてみればね、全然小さいことかもしれないですけどね、自分からしてみたら、結構、10万再生っていうのですかね、いつかはやっぱりその、10万とかですかね、最初のうちはどこまで伸びるかっていうのはちょっと分からなかったですけど、再生回数とかですかね、そうなのも、5万とか10万とか行ってみたいなっていうふうに思ってたので、一つ思ってたことが達成できたっていうのが、そうですね、この3年で、ちょっとびっくりしたかなっていうふうなことでもありますね。もちろんこれからですかね、どんどん、4年目っていうんですかね、に入るんですけど、いつも通り、できる範囲での、動画投稿ですかね、とりあえず今やってる、ゲームですかねとかはもうそのまま、毎日投稿ですかね、できる範囲で続けていこうかなと。もちろん途中自分の体調が悪くなったりとかですかね、あとはもうプライベートでどうしても投稿できないっていうことがあるかもしれないですけど、そういうふうなことがない限りは、できるだけ毎日2本ずつとかですかね、1本、ないし2本ですかね、は動画アップしていこうかなと。で、やっぱり、今の状態で、そうですね、現状、やり残してる、ゲームとかですかね、もあるので、それも今年ですかね、
まあ、できるだけ終わらしていこうかなと思ってたんですけど、まあ、なかなか全然、まあ、なかなかというか、まあ、全然、まあ、あの手の つけれてない状態なので、まあまあそういうふうなのもちょっとまあ、うん、そうですね、まあ、長い目で見ながら、まあ、ちょこちょことまあ時間ができた時に、まあ、やっていこうかなっていうふうな感じですかね。まあそれなのでね、まあ、この3年、まあ、結構まあ去年からって言ったら、多分去年の時点でも結構そうですね、再生回数だとか、まあ、チャンネル登録者数とかっていうのは、まあ、去年から比べたらもう全然、うん、そうですね、まあ、あの増えてはいるので、まあそうですね、自分は、まあ、自分なりに、まあ、うん、まあ、自分なりにというか、まあ、自分のペースでっていうんですかね、まあ、このままちょっと、まあ、YouTube の方にですかね、まあ、動画投稿を続けて、まあ、いけたらなと思ってる感じですね。まあ、それなので、まあ、来年になれば、まあ、4年で、まあ、次5年目ですかね、っていう風な感じで、まあ、やっていこうかなと。まあね、もちろんあの動画的にも、まあ、その今やってるものが、まあ、一旦というか、まあ一区切りつけば、まあ、前々からまあやってる、そんな半端になってるやつですかね、まあ、それのそっちの方も、まあ、まあ進めていきながらっていう風な感じでやっていこうかなと思うんですけどね、まあ、それをまあやりながら、まあ、新しいことですかね、まあ、動画とかですかね、もう、うん、まあ、始めていきたいなと思うんですけどね、まあ、なかなかやっぱり新しいことをどんどん次から次へと始めるとね、あの前のその半端になっている動画が、まあ、結局もうそのままの状態でもうあの手つかずのままになってしまうので、まあ、まずはそうですね、もう手つかずになっているものをあの一旦全て終わらしてからですかね、まあ、やっていこうかなっていうふうな感じですかね。で、まあ、まあ動画の本数の方も、まあ今そうですね、740本、まあでも、まあ、あの結構自分でパッと見る感じでも740本もあるのかなっていうぐらいのなんかあの数なんですよ。まあ見た感じなんか、うん、400本か500本ぐらいしかないような気がするんだけどなっていうふうな感じはするんですけど、うん、まあ今までずっと動画投稿ですかねしてきてるので、うん、ページ的にもそうですね、結構、まあ、7ページ8ページ9ページぐらいかなあるのかな、結構ねやっぱり数があるね、まあ、10ページ以上とかですかね。まあ一応今の自分のその、まあ、YouTube のページですかね、まあ、ログインして、まあ、ちょっと見てるんですけど、まあ、結構ありますねこれは。そうですね、見た感じ、何ページまであるんだろうこれ。まあ、パッと見今まだ1年ぐらい前のもので、まあ、14ページぐらいとかあるので、まあそうですね、それを思えば多分30、40ページぐらいはある感じになるんですかねこれは。まあ結構やっぱりそうなってくると、まあ700本ぐらいはあるのかなっていうふうな感じでは思うんですけどね。まあですけど、なんかあんまりなんかあの自覚がないというかね、まあそこまで、まあ、あるのかなっていうような感じですけど、まあまああるんでしょうね、もちろん。まあなければね、まあそういうふうに表示はされないでしょうかね。ちょうど25ページですね、ありますね。で多分これが、うん、多分25本とかぐらいなのかな、表示されてるのが。それなので、まあまあ大体でもまあそれぐらい、うん、まああるっていうことでしょうね。うん、そうですね、こうやって一番最初の原点ですかね、まあ、これが一番最初の動画なんだって思うと、うん、まあまあ何ていうんですかね、まあまだ何も自分の中で、まあ挨拶しかり、まあ、実況の仕方しかり、全然何もできてない感じの、まあ、初々しさがありますね。まあでも、まあ、まあ今でも、まあまだやっぱりあの実況に関しても、やっぱり動画に関しても、まあまあまだまだあの勉強してる途中ではあるんですけどね、まあできるだけ、まあこれから先ですかね、続けていけれるように、まあ、できたらなと思います。
ということで、まあ、今回はね、今日で、まあ、3年目になりましたと。3年になりましたと。で、今日からまあまた4年目に、まあ、なりますので、よろしくお願いいたしますというような感じの内容でございます。まあね、今回はちょっとまあ短いですけど、まあ、これで終わりにしようかなと思います。ということで、今回はこの辺りでのびラジの方終わろうかなと思います。最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございました。それじゃあ、またねー。